なんか面白いショート動画ないかな。意外すぎる海外で人気の生き物ランキング。その1、スズメ。ヨーロッパにはスズメの仲間もいますが、基本的には農耕地帯に多く、日本のように都市部で見かけるのは珍しく、見た目も可愛いと人気。へえ、どこにでもいる鳥だから気にしてなかったけどそうなんだ。果たしてスズメが本当にどこにでもいる鳥なのかしらね。キツネさん一体どこから？スズメの減りっぷりは過去動画でも紹介しているんだけど、最近、やけにスズメの姿を見かけなくなったと思わないかしら？は、それも確かに。今窓から外見ても、電線にもいなければ空も飛んでないぞ。これまでの専門家の間で、いろんな鳥たちの減少が危惧されてきたけど、なんと、スズメが絶滅危惧種に指定される勢いで激減していると判明したのよ。マジで。スズメは、スズメ目スズメ科スズメ属に分類される鳥の一種で、生息範囲は、ポルトガルから日本までのユーラシア大陸の広い範囲に分布し、日本には、スズメと入内スズメの2種類のスズメ類が生息しているわ。雑食性で何でも口にし、基本的にイネ科を中心とした種子を食べているんだけど、繁殖期は虫や花の蜜を食べて、都市部ではパンや生ゴミなど人間の食べ物も狙うことがあるわ。都会のスズメって、鳩とセットで地面つついてるイメージあるよね。自然界のスズメの寿命はわずか1年から1年半程度、長くても4から5年程度で、その一生はざっくり分けて、春から夏は子育て、秋から冬にかけては自由に暮らしているわ。半年も自由に暮らしているって羨ましいな。年中自由に暮らしているタヌキさんだけには言われたくないわね。しかし、環境省と日本自然保護協会は2024年10月1日、国内各地で動植物の状況を定点観測した結果、里山に生息する身近な生き物が減少していると発表。その中には馴染み深いスズメも含まれ、個体数は年 3.6% のペースで減っており、この減少ペースが長期間続けば、絶滅の恐れのある野生動物をまとめたリスト。環境省のレッドリストに絶滅危惧種として指定される可能性があるわ。年 3.6% のペースでもそんなにやばいの？年 3.6% 減少と聞いてもピンとこない。むしろそうでもないと感じる人が多そうだけど、毎年このペースで減っていくと仮定すると、とんでもない破壊力になるわ。例えばスズメが今100万羽いた場合、1年後には 3.6% 減って約 96.4 万羽になるんだけど、3年後には約 89.6 万羽、5年後には約 83.3 万羽、10年後には約 69.3 万羽、20年後にはなんと約48万羽と半分以下まで減少する計算になるのよ。ひょえー、3.6% ってバカにできないじゃん。環境省は2003年度から、研究者や市民調査員が全国のボランティアと協力して調査を実施し、国内1000カ所で生態系の変化を調査する事業モニタリングサイト1000を継続。調査員は5120人にも及び、全国から膨大なデータが5年に一度まとめて公表され、前回は2019年11月に公表されているわ。そんなにたくさんの人が関わってるんだ。今回の報告書では、2022年度までの調査結果をまとめたものだけど、8つの分野で植生、鳥類、哺乳類、淡水魚、低生生物、藻類、サンゴ礁などを調べ、20年間続けて初めて明らかになった異変もあると関係者は語り、特に注目されたのは、国土の約4割を占める里地里山をまとめた里地調査で、2005から2022年度の18年間、合計325カ所を5000人以上が調査に当たった結果、里山にいる鳥の仲間は 15%、蝶の仲間は 33% が、年 3.5% 以上のペースで減少していると判明したわ。2022年でこれってことは、そこからさらに数が減ってそうだよね。スズメの年 3.6% という数字はまだいい方で、もっと深刻なペースで減少している生き物もいるわ。例えば、日本固有種のセグロセキレイの減少率は年間 8.6%。スズメ目セキレイ科に分類される全国の畑や市街地に生息し、名前の通り背中が黒いのが特徴で、ジュズッという鳴き声を上げるんだけど、主に水辺に住む鳥で、食事も水辺の環境に依存しているため都市部では減少しているわ。あらら。そして、オオムラサキの減少率は年間なんと 10.4%。1年で1割が減少するペースという驚異的な減少っぷりなんだけど、オオムラサキはタテハチョウ科に分類される蝶の一種で、日本を含む一部アジアに生息しており、光沢のある羽に青紫色が美しい、国鳥にも指定される模様の綺麗な蝶だけど、日本ではもともと生息環境が限られ、適度に管理された規模の大きな雑木林を好むことから、都市部では地域絶滅する場所も出てくるほど数が減少しているわ。こんな綺麗な蝶が1年で1割も減っているなんて。さすがにずっと1割ずつ減少ってことはないと信じたいけど、このペースだと100万匹いても5年後には約60万匹、10年後には約35万匹と7割近く減少する計算になるわ。10年後の調査結果が怖すぎて見られなくなるじゃん。里地調査ではよく見られる鳥106種が記録されていたんだけど、個体数変化率が絶滅危惧 1B 類、絶滅危惧2類に匹敵するほどマイナスに傾いた生き物も多く、深刻な減少率を示した鳥は16種類に上り、他にはアオサギ、オオタカ、ホトトギスなど、みんなも名前は聞いたことある有名な鳥たちも絶滅の危機に瀕していたわ。岩ツバメとアマツバメも名前があるけど、ツバメも減少の危機なの？ああ、それはちょっとややこしいけど、みんなが知ってるツバメとは少し違うわ。岩ツバメはツバメ科の一種だけど、海岸の岩場など断崖絶壁に巣を作る種類で、アマツバメはアマツバメ科という、ツバメとはグループも大きく異なる生き物。鉱山や海岸の断崖などに生息する鳥で、人目につかない場所に暮らしているんだけど、軒先に巣を作るおなじみのツバメも、餌場の減少で数を減らしているわ。日本の鳥が消えていくのは悲しいね。調査に助言などをしている昆虫生態学者の石井教授はこのデータに対し、深刻な結果だ。全国規模で里山の自然環境が変貌している。また、環境省も事態を重く受け止め、全国の里山周辺では、多様な生物の損失が深刻な状況になっている可能性がある。今回の結果を、調査体制の維持や強化、各地の保全対策につなげていきたい。と語り、今回協力に当たった日本自然保護協会とともに、生物多様性の回復に向け、モニタリングの強化、地域で環境保全を進めるための官民支援の充実を求めているわ。これ、なかなか大変な状況なのは分かったけど、なんでスズメがここまで減ってるの？自然が減ったから、山の生き物が減ったっていうならわかるけど、スズメって都会にずっといるし、数十年ぐらいで大きな変化ってないんじゃないの？まあ確かに、人間にとってはスズメイコール都会の生き物というイメージが強いけど、ハトやカラスのようにタフではなく、都会の暮らしに完璧に適応しているわけではないわ。生き物たちがここまで減少している理由はいろいろあるんだけど、大きく分けて3つの問題があると考えられるわ。ほほう。生き物が減少している理由その1、気候変動。気候変動とは、温室効果ガスの発生によって、地球に太陽の熱がこもり、地球全体の気候が大きく変わることや、気温が上昇する現象を指しているわ。2021年に発表された IPCC 気候変動に関する政府間パネルの第6次評価報告書によると、1850から1900年と比較し、2001から2020年の世界平均気温は約 1.1 度も上昇しているのよ。最近夏場が異常な暑さなのってそのせい？実際、みんなもここ数年の夏は異常な猛暑という過酷暑を実感しているけど、日本を含む世界中で観測史上最高気温を連日叩き出しているわ。生き物への影響はかなり深刻で、暑いと生き物はどうなるの過去動画でも紹介してるけど、蜂の巣が溶けたり、サボテンが枯れたり、ラクダが脱水症になったりと、とにかく前代未聞の異常事態が続いているわ。サボテンとラクダがダメな時点で人間生きていける環境じゃないでしょ。2023年のアリゾナ州の一部地域では、全米の都市で最も暑い1ヶ月を記録しており、6月から7月にかけ、31日連続で気温が 43.3 度を突破する、おかしなことになってるわ。体が沸騰しちゃうレベルだよ。でも、気温が上がって生き物が減るって関係なくない？一見無関係のように見えるけど、気温の変化は想像以上に影響があるのよ。そもそも、多くの生き物には、活動に適した気温というものがあり、気温が上がりすぎたり下がりすぎたりしても、巣から外に出て活動できなかったり、繁殖や孵化が思うように活かす、次世代の命をうまくつなぐことができなくなることがあるわ。日本の夏の風物詩である、暑さに強いセミでも、ここ数年の酷暑は耐えきれず、25から34度の範囲を超えると泣かなくなり、ここ数年は昔より夏が静かになっているのよ。気温が上昇しすぎると虫たちは活動できなくなり、繁殖率も低下。虫が減ると、それを餌とする鳥たちが飢えて、連鎖的に数を減らしてしまうわ。最悪すぎるピタゴラスイッチじゃん。また、単純に暑くなったことで、寒い地域を好む生き物が快適に過ごせなくなり、南にいるような暖かい気候を好む虫や植物が北上して追いやられているケースもあるわ。日本のみかん農家もこの暑さでかなりの被害を受けていて、いろんな農家が南国系のフルーツ栽培に切り替え、転換を図っているそうよ。日本がどんどん南国の陽気になっていく可能性が？生き物が減少している理由その2、人里と里山の変貌。日本は人口減少に加えて、田舎の高齢化、過疎化、担い手不足が深刻化しており、住む人が少ない地域では十分なインフラ提供が難しい状況になりつつあるわ。若い人はみんな都会の方に行くからね。そうなると、田舎や人里のそばにあった里山もどんどん荒れることに、かつては綺麗な水に木材、堆肥やキノコ栽培など自然資源が利用されてきたものの、電気ガス水道の普及によってその役割を失い、里山に入る人は減少。これまでは木を切ったり、定期的に人間が適度に管理していたものの、今では荒れ放題のボーボー、管理されなくなった杉林も放置され、後継者のいない田んぼも手つかずになり、耕作放棄地となり荒れ果てると、田んぼにいた水生昆虫がいなくなり、それを目当てにしていた野鳥もいなくなっていったわ。ああ。そうして残ったのは、イノシシ、鹿、クマなどの哺乳動物たちで、野鳥たちは人里を捨てて、鉱山や海岸の方に住処を移したと考えられるわ。生き物が減少している理由その3、個別の問題。個別の問題？悲しいことに、日本で絶滅危惧種に指定されている生き物は3700種類を超えていて、今回調査で発見された予備群を含めると、その数は膨大になるわ。生き物のグループも生態も大きく異なるため、問題はケースバイケースで。例えば、ここ10年で半減しているシギや千鳥の鳥たちは、湿地の減少が大きく、80年代から60から 70% 減少しているカモメ類は、島ごとに個別の問題があると言われているわ。それじゃあスズメの場合は？スズメの場合、冬の間も冬眠せずに都会で子育てしているんだけど、ツバメと違い、人間の目の届かない木や電柱の上、屋根や瓦、鉄骨の隙間など、3センチほどの隙間があれば巣を作れる、都会に適した生態をしているわ。へえ、それなら都会のスズメってむしろ増えるんじゃないの？と思いきや、実はそうでもないわ。逆の立場で考えてほしいけど、高級マンションはバンバン建っているものの、代わりにスーパーやコンビニがどんどん潰れていたとしたら、その場所は本当に住みやすいところと言えるのかしら？あー。スズメたちにとって住むところが増えても、水田や自然の減少で餌がなくなり、思うように数が増やせないことと、繁殖力の低さが足かせに。彼らは幼鳥の頃の死亡率がとても高く、生後1年以内に 75% は死んでしまうため、生涯で8から16個の卵を産んでも、生き残れるのはたった2から4匹程度なのよ。マジで？ヨーロッパの調査では、秋に捕獲したヒナの生存率は、翌春までに約 50% しかなく、それからの生存率は、1年ごとに約 30% が死亡するため、1年目の春を迎えた個体の期待寿命は1年ほどで、さらに巣立った直後などは、天敵などに捕食される可能性も考えると、本当に一握りしか生き残れないのよ。いて当たり前かと思ってたけど、今まで必死に都会で生き延びてただけなんだね。そこで、うちの視聴者さんにもアンケートを取ってみることに、身の回りで、スズメは昔より増えたと思うか、減ったと思うか集計したところ、総投票数2543票で、昔より増えたが 2.7%、昔と変わらないが 24%、昔より減ったが 73.3% という結果になったわ。ほぼほぼ減ったって人が占めてる感じだね。昔と変わらないと昔より減ったを足すと約 97% という感覚的なものとはいえ、現状維持未満がほぼ 100% というのはなかなか由々しき事態ね。実際、それぞれの意見でいただいたコメントを見てみると、まず、昔より増えたと回答した人は、香川の片田舎ですが、スズメ被害は年々ひどくなってるので増えてる気がしますね。北海道北中部山岳盆地は日本有数の米どころなのか、以前の倍くらいいる感じ。今年も我が家の家庭菜園の土の柔らかいところで砂かぶりして遊んでおられる、かっこ30年くらい前から見て、代わりに鳩をほとんど見なくなった感。カラスは普通。次に、昔より減ったと回答した人は、東京都青梅市市街地です。減りました。昔は冬場50羽以上の集団で空き地やら畑にいたのに、今は20から30羽いないぐらいの集団になってます。田畑の減少とともに減った感があります。里山暮らしですが、10年前には朝スズメの声が聞こえたり庭先にいるのが当たり前でしたが、最近はあまり見かけなくなりました。逆に漁師が減ったり耕作放棄地が増えたせいか記事が増えています。昔は珍しかったのです。香川県高松の四国山脈よりだけど、数年前から朝のチュンチュン声を聞かなくなって、カラス、ハト、白石霊の3種が日常的な感じになってます。スズメを意識して探せばいるけど、白石霊がとことこ走り回ってるの見ることの方が圧倒的に多い。冬になるとモコモコになったスズメが目立つかな。川崎の自然の多い方、あるいは相模原の割と都会の方ですが減った。じゃなく全く見なくなったレベル。スズメの巣すら見かけないです。ツバメ、コウモリも同じです。コウモリなんて早朝から電線にぶら下がってたのに。やっぱり全国的に減ってる感じなのかな。実際、それは感覚的なものじゃなく、他のデータでも減少の裏付けがあるわ。2021年10月に発行された野鳥281種を対象とした調査報告書で、スズメの異変が確認されており、これは20年ぶりに発行調査された内容がまとまっている鳥の国勢調査のようなものなんだけど、わずか20年でおよそ3万1000羽目撃されたスズメが2万1000羽まで減少していたわ。めちゃくちゃ減ってるじゃん。ちなみに特に変わらないと回答した人は、田舎なので変わらないですね。減ったのは虫です。5年前は夏になると網戸にびっしり小さな虫が来てカエルが数匹食べに来ていましたが、ここ1から2年は虫が数匹まで激減しました。今年カエルの鳴き声が小さかった気がします。北海道札幌の端に住んでいますが、まだまだスズメ見かけます。昔に比べると若干鳩が目立つようになったかな。それでもスズメの声で朝を迎えたりしています。比較的近い場所に田んぼがあったりするようなところだからかもしれませんね。秋田県です。正直あまり変わらないような、スズメだけではありませんが、この時期になると果樹園に現れてリンゴ食べていきます。正直有害より鳥害の方がひどいです。変わらない場所もあるんだと思ったけど、都会じゃないっぽい？コメントを見た感じ、元から夜にカエルの鳴き声が聞こえるような田んぼの多い地域や、米どころで虫が多く、餌に困らない地域に集中しているようね。このまま都会では、鳥がどんどん減っていくのかな。でも、これだけ身近な野鳥が減っていても、逆に都市部で増えている鳥もいるのよ。え、そうなの？例えば、ユーラシア大陸から日本にかけて広く生息していた白石類。もともと北海道や東北地方など、北部のみしか繁殖が確認されていない冬鳥だったけど、20世紀後半から繁殖地を関東中部へと伸ばし、今ではほぼ全国で普通に見られるようになってるわ。人間に対する警戒心が薄く、餌付けされていなくても近寄ってくるため、鳩と一緒に人間がこぼしたご飯などを食べて、都会でも生き残っているわ。見た目は可愛いのに、ずうずうしい鳥である。そして他には、インドやスリランカ原産のカラフルなワカケホンセインコ。東京では、1960年代に貨物から逃げ出したインコが野生化し、今は1000羽を超える数に。関東で大量発生し、近隣住民から鳴き声や憤慨などの苦情も上がっているわ。詳しくは過去動画でも解説してるけど、カラスたちと仁義なき戦いを繰り広げているわね。東京がどんどんカオスになっていってる。でも、鳥以外にも蝶とかも減ってるんだよね。そうね。でも蝶の中にも都会で増えている種類もいたりするわ。それはツマグロヒョウモンという蝶なんだけど、これは都会に住む人も見たことあると思うわ。あ、めっちゃ見覚えあるぞ。黄色に黒い斑点と羽の先端が黒色の、これまた綺麗な蝶なんだけど、彼らは人間を利用して、生息地をどんどん拡大しているのよね。一体どうやって？それはガーデニングよ。むむむ？都会では緑化のために、駅前などに花を植えるガーデニングが行われているけど、その際に選ばれやすい、パンジーやビオラなどの花が、彼らは大好物なため。ラッキー、ここにもパンジーあるじゃん。緑少ないと思ったけど、なんかピンポイントで植えられてるし。天敵も少なくていいね。という具合に、80年代までは西日本でしか見られなかったけど、2000年代には関東地方に定着し、人間のガーデニングを利用して都市部に進出しているのよ。生き物が増えるのも減るのも、人間の影響ってでかいんだな。